どうも、吉本プラモデル部、片倉ブリザードです。はい、今日はですね、こちらをやりたいと思います。じゃーん！ボトルマン神業チャレンジ10スマッシュセット。超絶神業に挑戦、君はいくつ攻略できるか。前回ね、このデカビタ丸を僕作ったんですけど、このデカビタ丸で挑戦したいと思いますよ。ちょっとお気に入り。ただデカビタ丸やっぱパワータイプなので、まあ助っ人としてね、このブリザードスポーツ、以前作ったブリザードスポーツ、連射型のブリザードスポーツと、あとこの玉ロックね、緑も好きなのでコントロールタイプの玉ロック、この3体でチャレンジしたいと思います。でちょっとやってみたいなのがあって、このね10個あるんですよ、できる遊びが。だから10スマッシュセットなんだけど、あのね一番やってみたいのはやっぱこれ、ストラック9ね。もうほぼストラックアウトなんですけど、ちょっとこのストラック9を作るよ。ストラック9。いいね。ちょっとストラック9やってみよう。これを当てるのよ。何発だ？弾は全部で10発だ。10発キャップをシュートして何枚抜けるか挑戦しよう。ストラックターゲット。それでは10発準備したので打ち抜きたいと思います。いけるかな。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 このデカビタでまずはね、センター、ドセンターの5番狙い。くせ 45センチって書いてあったら、まあこんぐらいだよね。いくぜ5番狙い。おっ !8 番。もうこれは取れたでいいでしょ。もうこれは取れたにするよ。はい。よし !1 ポイント。8番。1ポイント。よし。でもど真ん中抜いたらちょっとやりにくいよね。筋肉番付もそうだ。ど真ん中抜くとね、やりにくいね。じゃあ7番。あ、4番あたりいくか。いくぜ。ああ2発消費です。1234567あと8発。このデカピタさっき使ったから、あと8発。4番。よし、抜いた。抜きました。4番。いいですね。パーフェクトになるかな。ああやっちまった。6番に当たってほら若干へこんだけどダメだった。くそ。さっきの8番ぐらい抜けてたらねいいんだけど。くそ。まあここはじゃあ6番とりあえず。あ、最悪だ。やばい。あと5発しかない。どうしよう。上のあたりも狙ってみるかな。ドセンターいくか。あ、くそ。10発あるんだよ。ど真ん中抜けてった。ど真ん中抜けてったよ。くそ。いくぜ。7番狙い。ああやばい。あと2発だ。超下手じゃん。くそ。あ、やっぱパワー系痛いな。ちょっと締め付けが痛い。あ、6番ということで、今ねやったら10発3枚だったんですけど、デカビタ丸をちょっとここで続きまして、こいつ玉ロック。玉ロックはもうコントロールタイプだから、コントロールタイプで次挑戦してみる。10発いくよ。いきます。コントロールタイプは強いよ。あ、そうか。7番に当たったけど、やっぱコントロールタイプはパワーがないんだよ。2発目。よし。7番ゲット。3発目。そうか、パワーが足りないから、当たっても2回当てなきゃいけないんだ。5番あたりとか。くそ。パワーがやっぱ足りない。ちょっと締め付けて、ちょっと締め付けてみます。締め打ちしてみます。あ、ダメだ。くそ。やばい、もう5発目だ。これはやばいぞ。次6発目。さっきよりやばいんじゃない結果、もしかして。下抜けてった、クソ。次7発目。よし !3 番ゲット。絶対ね、俺の方がうまいって思ってる人いると思うんですよ。でも腕が痛くなってきちゃって。8発目。ああ、8番に当たったのにクソ、パワーが足りなかった。9発目。うわ、いや、8番強いな、やっぱセンターだから。全然取れない。最後。あ、何今の。クソ、まあ、これは。まあ、これはアウトかな。2枚ですね。もうこうなったのにさ、戻ってきた、これ。なるほどね。でもとっても楽しい。では次はですね、このハイジャンプっていうのをやってみたいと思います。このハイジャンプはさっきのと一緒な、似てるんですけど、これ高さがあって、高くして打っていくっていう。行くぜ！デカビタまで。頼むぞ。まず1番を抜いてきます。まあ順番は別にいいんだけどね。10発、これも10発。行くぜ！うわぁ、くそ。ポールに当たりました。2発目。うわぁ、当たったけど抜けなかった。狙ってる場所いいんだよな。3発目。ダメだ。これ自体を倒しちゃいそうだったね、今。4発目。なんでだよ。これが強すぎる。やっぱ締め打ちしなきゃダメなのか。5発目。よし。5発目でやっと。6発目。2番。ああ、3番に当たった。7発目。いや、これ、むずいわ。8発目。あ、全然違うとこ飛んでった。9発目。ああ、くそ。1個しか抜けないじゃん。10発目。ダメだ。ちょっと俺が下手なんだね、これ多分。ちょっと何発かやってきますわ。抜けるまでやってみよう。2番当たったよ。やっぱその弾の数が決まってない方がやっぱ緊張しないで済むから。おい、2番。ね？言ったでしょ？はい。40発ぐらい打って結果これです。むずい。確かに難易度が。いいね。いろいろね、10個もあんのよ。で、もう1個ね、あるんだけど、もう1個ね、神業チャレンジ10アクロバットセットっていうのがあるの。こっち。こっちはまだね、持ってないんだけど。そう。で、ゆうたさんとね、なんかボトルマンして遊ぼうみたいな話してるから、なんか、ゆうたさんともちょっとやってると、一緒に動画やって、撮ってみたいなと思ってるんですけど。よいしょ。いやー、いいね、これ。めちゃくちゃ面白かった、でも。これ本当に、今めちゃくちゃ俺下手くそだったけど、これ鍛えられますわ、やっぱ。皆さんもちょっとぜひ、いろいろできるんで、俺はちょっとこれやっぱ筋肉番付好きだからこれやってみたけど。うん。いいね。これで組み替えれるの、いろいろ。こうやって遊べるの、いろいろ。組み替えて。そう。面白い。で、さっきのもさ、こうやってやってたけどさ、こういう向きにしたらもっと難易度上がるし、ほら、こうなるから。斜めに。そうだ、いろいろできるんだよ。面白い。このストッパーがあれば。いいね。今日はこの子の出番はなかったですけどね。このブリザードスポーツの出番はちょっとなかったですけど、皆さん優しくしてあげてください。ブリザードスポーツ優しくして。よし、ちょっとね、またなんか今度もう一人じゃなくて、なんかそのプラモブで、ね、ゆうたさんとかそれこそ遊ぼうって言ってくれてますし、なんかできたらいいなって思います今度。はい、ということで本日はこの神業チャレンジ、テンスマッシュセット、ボトルマンのテンスマッシュセットを遊んでみましたけど、どうでしたかね。また次回は 何か作りたいと思います。以上、吉本プラモデル部片倉ブリザードでした。チャンネル登録、いいねお願いします。デカビト。